桜田健吾は、日本の経営者。孫ポホールディングスグループ CEO 取締役、代表執行役社長、経済同友会代表幹事。東京都出身。1978年3月、早稲田大学小学部卒業後、安田火災会場保険式会社入社。2005年7月、損害保険ジャパン執行役員金融法人部長。二千七年4月、 株式会社損害保険ジャパン常務執行役員。2007年6月、株式会社損害保険ジャパン取締役常務、執行役員。2010年4月、損保ホールディングス株式会社取締役常務、執行役員。2010年7月、損保ホールディングス株式会社取締役執行役員、株式会社損害保険ジャパン代表取締役。 社長執行役員。2011年6月、ソンポホールディングス株式会社取締役。2012年4月、ソンポホールディングス株式会社代表取締役、社長社長執行役員。2014年9月、損害保険ジャパン日本講話株式会社代表取締役、会長会長執行役員。2015年4月、損害保険ジャパン日本講話。 株式会社代表取締役会長。2015年7月、ソンポホールディングス株式会社グループ CEO、代表取締役社長社長執行役員、損害保険ジャパン日本コーア株式会社取締役会長。2016年4月、損害保険ジャパン日本コーア株式会社取締役。2013年4月、一般社団法人日本損害保険協会。 副会長。2014年4月、一般社団法人日本損害保険協会会長。2019年4月、公益社団法人経済同友会代表幹事。日本の財界史上、初めて母体企業の CEO のまま財界トップとなった。従来は、利益誘導や利益相反を避けるため、過去すべての財界トップは CEO を退いてからの就任が観光であった。 2020年4月16日、政府与党が新型コロナウイルスの感染拡大による緊急経済対策として国民一人当たりに1 0万円の現金を給付する検討に入ったことを受け電子マネーでの給付が望ましいとの考えを示した。また、現金給付では貯蓄に回る可能性もあるが電子マネーなら消費を拡大するのにつながると強調した。 桜田が CEO を務めるソンポホールディングスは、電子マネーやビットコインによる決済などの事業に積極出資、進出している。かねてより法人税の減税、消費税17%への増税と、社会保障費の削減などの大胆な改革を提言しており、自民党若手有志が提案する経済対策としての消費税減税は、筋が悪いとの考えを表明している。 経済同友会の次期代表幹事に内定した2019年1月には日本経済の現状について競争や格差が悪であるとみなす傾向がジャパンパッシングを招いたと説明した2021年2月16日の経済同友会定例記者会見において森吉郎の東京五輪パラリンピック組織委員会会,会長の辞任に対して森氏について 一言で言うと論外と一周した。この件に関連して、企業で女性の役員登用が進んでいないことについて、女性側にも全く原因がないわけでもない、与えられればという方はいるが、自ら取りに行かれる方は、まだまだ多くないように感じていると発言した。ありがとうございます。